皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は中学1年生の数学、分数の含まれている方程式の解き方の第1回目を学習します。第1回目では、まず基本的な、分数の入った方程式の解き方、第2回目ではちょっと難しい分数の入った方程式の解き方を学習していきます。では第1回目の学習、基本の部分を説明したいと思います。皆さんやっぱりこんな風に方程式の中に分数が入っていると、あ、難しい、どうして解けばいいんだろうって、ね、悩んじゃったりしますよね。あ、難しい、もうダメだなんて思っちゃう人もいるかもしれませんけれど、これ分数の部分をなくせばいいんですね。ではどうすれば分数の部分がなくなるかというと、両辺にこの分数になっている部分の分母の最小公倍数をかけて x の係数を整数にすれば、分数じゃなくなっちゃうんですね。ではこの式を見てみると、3分の 1x は4分の 1x プラス3、分母は3と4です。3と4の最小公倍数12ですね。では両辺に12をかけてあげましょう。3分の 1x かける12は、括弧して4分の 1xたす3、括弧かける12、このようになりますね。ここは約分して 4x は、こちらは分配法則でいきましょうか。4分の 1x かける12たす3かける12、このようになりますね。ここは約分しましょう。4x は 3x 足す36、 3x が右辺にあるので左辺に移行します。 4x 引く 3x は 36x は 36、 このようにして x の解が求められました。では下の括弧1番と括弧2番も同じ風にやってみましょう。2分の 1x 引く3はマイナス3分の 1x 足す3分の 1x の係数の分母を見ると2と3ですから、両辺に6をかけてあげましょう。6をかけますね。ですから2分の 1x引く3全体に6をかけてあげますは、括弧してマイナス3分の 1x 足す3分の1、括弧閉じてかける6って分配法則ですね。2分の 1x かける6引く3かける6はマイナス3分の 1xかける6たす3分の1かける6って、このように分配予想ができます。約分します。はい、こちらも約分します。ここも約分します。出てきた式は 3x 引く18はマイナス 2x 足す2、でマイナス 2x を左辺に、この引く18をこの右辺に移動します、移行します。すると 3x 足す 2x は2足す2たす18、そうすると 5x は20 と
x の係数の5で割るので x は4という解が求められました。いいですか。では2番に行ってみましょう。3分の 2x は5分の 3x たす3分の5と、x の係数の分母を見ると3と5ですね。3と5の最小公倍数が15ですから、両辺に15をかけてあげます。3分の 2x かける15は、5分の 3x たす3分の5括弧かける15、このようになりますね。こちらは、先に約分しておきましょうか。間違えました。3じゃないですね。5ですね。そうするとこちら側は2、5、10x は何でしかありましたね。はい、こちらは分配法則ですね。5分の 3x かける15。足す3分の5かける15、約分しましょう。はい、1315ですね。では 10x はサザンが 9x 足す5も25。はい、9x、上にあるので移行します。 10x-9x は25、10x から 9x 引いて x は25、こんな風に解が求められました。こういう問題では必ず括弧をつけて最小公倍数をかける、こういう形を取ってください。そして括弧は分配法則で外していくんでしたね。この時もちょっと計算ミスしやすいので、その部分は気をつけて計算してください、ね、このように答えが出ました。今日も見ていただいてありがとうございました。ではまた会いましょう。さようなら。